じゃーん。音吉デザイン。この高そうなケーブル。この RCA ケーブルはアコースティックリバイブの石黒社長さんからも高評価をいただいております。ちょっとすごそうなケーブルですねこれね。赤色が出口、出口です。こんにちは、トムです。今日はね、また買ってしまったわけではないんです。まあ買ってしまったわけではないというと語弊がありますが、実はまたまた音吉親父さんにリニューアルしてもらったんですね。まあこのね、最近ちょいちょいあのメンテナンス兼ねてリニューアルしてもらってるんですが、その理由はね、まあいつか話すか迷ってますが、 YouTube を実は始める前にちょっといろいろありまして、でね、もう僕のアンプが結構ダメになっちゃったんですね、実は。で、もうそのオーバーホールしてメンテ兼ねていろいろとやっているというのが真実です。ということで、オーディオウィンズさんのプリアンプ、あれをねガラッと音吉流にアレンジしてもらったんで開封していきます。多分めっちゃかっこいいと思うんですよね、音吉流で。もうね、ちゃんと養生してくれて。さあ行きますよ。よいしょ。おお。おお。さあ。めっちゃが楽しみ。めちゃかっこいい。これはやばいな。想像よりもかっこいい。お見せしましょう。さあ行きます。超高級メーカーだろうね。ちょっとこの間のダックと合わせて並べてみましょう。音吉デザイン。ちょっと電源入れちゃってみましょうかね。さあまずダックからいきますよ。おー、かっこいい。プリアンプは多分これが光るんでしょうね。おお、やばい。ちょっとなんかどっかのやばいな。ハイエンド高級アンプ。やば。さあ嬉しい。とりあえず開封しました。ではですね、プリアンプ今装着しました。ちょっとね、今1時間ぐらい鳴らしてみたんですけど、いいです。分厚い音が、さすがやっぱりオーディオウィンズさんのプリアンプで、ちょっと普通の回路とは違うらしいです。ということで、オーディオウィンズ製音吉リモデルことでね、いや、かっこいい。すいません、ちょっとマイク置いて映り悪いかもしれないですけどね、正面で今から音を取っていくんですが、今とりあえず1時間ぐらい鳴らしていい感じです。じゃん。この高そうなケーブル、もう僕はね、実はケーブルにお金かけなくて、いつも割と適当にやっちゃってるんですけど、今ね、だいたいこのベルデンのね、黒い RCA ケーブルとか、あとはオーディオテクニカのなんかブルーっぽいやつ使ったり、まあ、いろいろしてるんですけど、
そんな高くないですよね。どうですか、多分 1.5 メートルで3000、4000円とかね、多分そういうやつ、3、4000円っていうのを大体よく使ってます。で、これ実はですね、CD のプレゼントして受け取ってくれた、視聴者さんからね、逆に送られてきたんです。すごくないですか。これをね、試してくださいって言ってね。で、まあなぜねこんなことを送ってきてくれたかというと、ちょっといろいろとなんかカタログみたいなパンフレットみたいなのを送ってきたあるんで。ちょっとこれ読みますね。お年玉プレゼントですね。お年玉プレゼント CD ありがとうございましたと。お礼として自作の RCA ケーブルをお送りいたします。この RCA ケーブルはアコースティックリバイブの石黒社長さんからも高評価をいただいております。この RCA ケーブルと同等の構造のスピーカーケーブルを使用したカーオーディオは昨年の毎度大阪カーオーディオコンテストで入賞しておりました。なかなかちょっとすごそうなケーブルですねこれね。え、そうなんだ。すいません、もうね多分2ヶ月ぐらいもう撮影できなくてすいません、だいぶ時間経っちゃったんですけどね。この RCA ケーブルは7対14芯、中身こんなになってる。7対14芯の無酸素銅に50シールドを施した高品位画像伝送ケーブルをもとに無判断の RCA コネクトを使用して RCA ケーブルに組み上げたものですということですね。すごいな、自作されてるんだ。ちょっとそんな貴重なものをいただいちゃっていいのかな。お礼としてって言ったんで、ね、すいません。1本2組の RCA ケーブルを組み上げには6時間以上かかっています。1組2本か、6時間かかると。ほぼ1日ですね、1人区。シールドの除去と胴体の端末処理に手加工なので時間がかかります。頑張っても1日1組しかできませんと。やばい。この RCA ケーブルには方向性がある。あ、方向性がある。この根元が赤色、あ、こっちが黒色ね、ここの赤、黒色と赤色、赤色が出口です。こっちの黒い方が入り口。わお、すごそうだな。になります。 RCA コネクタ、コレクトチャット式のためしっかりと結合ができます。あ、回る、あ、回すやつですねきっとね。自作オーディオケーブルを使用した空気録音の動画、高越かな、音工房というチャンネルで複数 YouTube に投稿しております。そうなんですね。再生装置は書斎に設置してあるサブシステムになります。ダイアトーン V5000 を使用したメインシステムの動画は近いうちにアップします。ちょっと URL も貼ってあるんでね、貼っておきましょう。こんなすごいものだったとはちょっとすいません。ちょっとこれとこれ聞き比べていきましょう。ではカメラロールいきます。
夜が深いのに眠れないのは昼間見た映画のせいかな。誰も望まないバッドエンドになんだか心が落ち着かない。もう何度目の冬になるの、君が無邪気に言ったから。冗談半分カメラロールを二人で覗いてみよう。すべてが当たり前、そんな日々で意識したことなかったけど、I truly love you 気づかされるよ。 So many memories 数えきれない、 Dozens of times スクロールしても終わらない。僕たちの奇跡、ではボトルオープナー行ってみましょうね。
リネットも行きましょう。Mm-hmm.